はいえー、皆さんこんにちは。じゃあコロナにも負けずお集まりいただきましてありがとうございます。えっ、ー、と今日はですねえ私の方からえー、まあこのデジタルプラットフォーム行政書士ということでまあ我々の取り組みを含めてですねえっ、ー、と話をさせていただきたいなというふうに思いますで。最後はですねまあ働き方というところでえ、まあ、我々も協力をさせていただけるところがあるんじゃないかなというふうに思っておりましてまあそこまでの話をえー、全体でまあ90分なので。 75分ぐらい話をさせていただきまして、失、ま、業、あ、応答というような形にしてさせていただきたいなというふうに思っています。失業応答ですねえ、どんなことでも結構ですんでえ、まあ、どん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 聞いていただきたいなというふうに思います。え皆さん方が、まあ、今、勉強されていらっしゃる方とか、えー、これからまあ資格を持ってるけれども、これから働いていきたいという方もいらっしゃると思うんで、われわれとしてはですね、その行政書士の方々が増えていって、そしてその方々が活躍していただけることがですね、 最終的には我々にとってもいい方向に行くはずなので、どんな質問でも結構ですんで、気になさらずにですね、聞いていただけたらというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、そしたら、えっと、始めてまいりたいと思います。まず最初、私のちょっと自己紹介の方から、えー、話をさせていただきたいなと思います。えー、っと自己紹介、私は今45歳です。1974年生まれの45歳になってます。で、大学卒業後はですね、サラリーマンを約6年ほどさせていただきまして、その後、今の会社の方に入社しています。 うちの会社はですね、あの祖父があの戦後すぐに創業しておりまして、えー、今年しで71年になるんですね、創業。行政処置法ができて69年だと思います。なので、行政処置法、行政書士という資格ができる前からですね、大商業を当時やってきております。私の祖父がまあ創業者で、私が今、3代目をさせていただいているようなまあ会社でございます。 私、あの試験はいつ合格したかといいますと、ですね大学時代ではなくて、卒業してから社会人になってから勉強を始めてます、3回かかりましてですね、僕は、3回、3回かかりました。<laughs> なかなか通らなくて、ですもともと勉強が好きじゃなかったっていうのもあるので、なかなか通らなかったんですけども、3回目でなんとか合格をできまして、そこから家業である今の事務所の方うに入らせていただいたというのが、私のまあ経緯になります。 皆さんあの、行政書士自身に魅力を感じていらっしゃる方はどうですか、もしいらっしゃったら挙手を、あの当てませんので、<laughs> 別に当てないんで、あのもしあ、そうですよね、そうですよね、やっぱ興味あるから、まあ、なんとなくこう、ね、あの頑張ってやっていこうかなとか、勉強してみようかなというふうに思ってはると思うんですけども、えっとまあ、行政書士のイメージかもしれないんですけど、まあ、食べていけないなというイメージを持っていたりとか、あるいはまあ司法書士やら弁護士やらのですね、 えー、介護官、まあ、要は下に見られるんじゃないかとか、いろいろそういうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、今日はまあその辺の払拭も含めて、ですね話をさせていただきたいなというふうに思ってます。あのーまあ、食べられないっていう話はよく聞くかもしれないんですけど、まあ、私自身の見解ですけど、どんな仕事でもそれは一緒じゃないかなというふうに思います。まあ、仮に弁護士の資格を取っても、ですね弁護士の資格が食べさせてもらえるものじゃないので、結局はその業界、業界において頑張れるかどうか。 ととといいいうううことににきるんじゃないかなかうふうに思っています以前あの私あの、まあ、経営の、まあ、勉強もしてましてですね、えー、っと京セラの創業者の稲森和夫さんがですね若かりし頃に松下電器創業者の松下幸之助さんの話を聞かれに行ったそうなんですね講演、まあ、こんな形でですねものすごい数の方がいらっしゃってたそうです中小企業の方々がでそこで稲森さんどういうことを言われてハッと気づいたかっていうとですね あのダム式経営っていう話が松下心之助さんのつけた中で有名なんですけども、要はですね、どんどん儲けて、お金を会社に貯めて、安定的な経営をしていかないといけないとっていう話をされたんですで、その時に稲盛さんはあ、あそうかというふうに思ったそうなんですね、でもそこにいらっしゃる方々はどう思ったかっていうと、そんなもん分かってるわと、経営者としては当たり前じゃないかと、それがどうやったらいいか分からないから聞きに来てるんじゃないかと。 いうのののの大半の意見やったんでですねその時のでも稲盛さんだけは違ったんですね。あそうだっていうふうに思ったんですね。何が違うかっていうとですね。そう思うことがまず第一歩ですよっていう意味ですね。そういう経営をすることが大切なんだというふうに心の底から思うことがスタートだっていう意味で稲盛さんははっと気づいたそうです。この行政書士も一緒じゃないかなと思うんですね。食べていけないとか食べべてていいいけけなととかかる 弁護士だからとか、司法書士だからとか、まあ、そういうのじゃないんじゃないかなと思うんですね。そうやというふうに思うことが、一番最初のスタートじゃないかなと思います。食っていけるか食っていけないかじゃなくて、食っていくっていうふうに思うことですね、自分で。まあ、それが大事じゃないかなと思うんですね。おそらくまあそんなん聞いたら分かるわという話かもしれないんですけど、大体ですね、一番最初、みんな僕たち何をつけ身につけるかっていうとですね、まあ、知識ですよね。 例えば今の話でも、あ松下幸之助さん、そういうふうに言っていたな、というのは、これ知識です。インプットされるんですね。でも、今さっきの話で言った次何が違うかっていうとですね、この次がすごい大事で、見識っていう言葉がすごく大事になります。見識。見識っていうのはですね、負に落ちるってことです。あそやと。自分自身の腹に落ちるという意味ですね。ここが、 でででもそううなななんんすすけど第第一歩ここ第一歩歩だとと思ここじゃないかなと行政書士食っていかれんかもしれんな、働き方難しいな、でそこで知識として終わるんじゃなくて、いや,やっていけるんやというふうに、見識、腹に落とすかどうかですねで、最後、この見識が落ちたら、短式っていう、要は実践と実行するというところまで、まあ、落ちていくというような話の流れになります。だから私はやっぱ思うんですけど 入り口としてですね、行政書士だからとか、司法書士だからとか、弁護士だからとか、そういうのは関係なく考えてほしいなというのが、僕らもうこれから行政書士になられる方、行政書士として登録をされる方に対するちょっとお願いですね、やっぱりそうやってやっていこうよって、まず腑に落としていただきたい、まあ、そういうきっかけになったらいいかなと思います、今日はですね、まあ、そういうような思いで話をさせていただきたいなというふうに思います。 えー、皆さんのイメージをですね、今回はちょっとこう変えていけるような九十、えー、分にできればいいなというふうに思ってますのでよろしくお願いします。はい、あの実はですね、今日はあのー、僕のあの経営者の仲間でえっ、ー、と大阪の、えー、行政書士登録をされている四十歳の若手でバリバリやってる人が今日僕の話を聞きに来てくれてるんです。で別に尊徳感情があるわけでもなんでもなくて、自分としてこれからやっていくために。 ちょっとと聞きたいいんんででですすう話で今日来ててくれてるんですで僕はあの3代目として、まあ、会社をどんどん伸ばしていこうということでやってるんですけども彼はですねやっぱり創業して、えー、皆さんと同じように勉強して合格をして創業する不安を抱えゼロを1にしてきてる、まあ、若手の有望の方なんで僕ちょっと10分ぐらいですね僕,に僕の前の話として10分ぐらいその若松先生にもちょっと話を聞いてもらいたいなと。 若松先生の話を皆さんにもちょっと聞いてもらいたいなというふうに思います皆さんぜひですね僕よりも参考になる部分が多いと思いますんでぜひちょっと耳ほじくってですね聞いていただけたらというふうに思いますんでよろしくお願いしますちょっと突然なんですけどねちょっと10分ぐらいお時間いただきたいなと思います 皆さまこんにちは。えー、行政書士人大津総合事務所で代表社員をしております若松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、森本代表からあの大変ありがたいご紹介をいただいてですねあの少しハードルが上がっているんですけどまああの10分間短い時間ですけども何か皆さんにお持ち帰りをいただければなというふうに思ってます。えー、まあ 時間が限られてますので簡単に私のお話をさせていただきますと私が修行の世界に入ったのは平成18年です。当時え全く民法も知らない状態でえ司法書士大阪にある司法書士法人にえ入社をさせてもらいました。私は当時司法書士の 学習をしていましたので、えー、司法書士事務所で補助者として勤務するから事業、えー、の事務所での、えー、実務を勉強してきたとで、えー、平成22年ですかね、えー、実は司法書士に受かったと思ったんです私はあのもう大丈夫だろうと、えー、点数的にも正直余裕があったので、えー、もう合格してるやっていう 感じで、えー、その時持っていたライセンスである行政書士で、えー、事務所を開業したんです。で司法書士の発表を待って、えー、行政書士と司法書士とダブルでやろうというふうに思っていたわけなんです。ただ、えー、蓋を開けると、えー、実は残念ながら司法書士は受かっていなかったというのがあってですねもうやめようと思ったんですその時 <laughs>、えー、なぜかというと。 その当時行政書士には実は興味がなくってですねえ司法書士でやることしか考えてなかったとでえ平成18年に勤務していた当時のボスにえ相談をしたんですえどうしましょうともう司法書士受からなかったんでやめようかと思ってますという話で行政書士事務所をやめようと思ってますという相談をしたところもうやった方がいいよとえ資格関係ないから前に進んだ方がいいよというふうに かなり強いメッセージを頂い,いてそこからスタートすることになりました今私どもの事務所では国際業務を中心に業務をさせてもらってるんですけども開業当時から国際業務という業務に専門特化して業務をしておりますで国際業務っていってもいろいろあってですね まあこれまでというかまあ皆さんがイメージをしやすいところで申し上げますとえ基本的に外国人のビザ申請 <laughs> でえ外国人の方がえ国籍が変わるってなった時の帰化申請とかっていうのがイメージしやすいところかなと思いますでえ少しえと私どもの事務所でえ特徴的なところだけピックアップしてあげさせていただきますとまず えー、ビザ申請をこれまで行政書士はしてきたわけですけどもビザ申請だけではなく、えー、外国人雇用についての、えー、総合的な支援というのをできるようにしようと <laughs>、まあ、つまりビザ申請だけで終わらないということに、えー、力点を置いて今現在業務をしてますでこれは見方を変えればですねあのポジションを変えました えー、ビザ申請だけをしている、えー、行政書士事務所ではなくて外国人雇用というキーワードで、えー、我々をイメージしてもらうというような、えー、ところでポジションを変えることに、えー、注力をしました。で、えー、ビザ申請の業務といいますと基本的に1件申請していくらというのが基本的な報酬体系なんです。 えー、ただ、えー、私ども少し違ってですね <laughs>、あのー、基本的にはフローのビザ申請の業務をストックに変える、まあ、つまり顧問業務で、えー、お客さん企業さんの退治をするということを基本的にはやっております今現在力を入れてやっているところです <laughs> でなぜそんなことをしたかというとですね基本的にはえー 行政書士にビザ申請を依頼する時っていうのは一般の方はどういうふうに思われるかというと難しいんですよく分かんないんですよく分かんないから依頼をするで我々に依頼があるタイミングというのは一般の方が判断しているる状態でで依頼があるんですつまりどういうことかというとその判断にエラーがあればビザ申請自体は絶対難しくなるんですもっと具体的に言えばそもそも取れない ビザ申請が取れない人を雇用しちゃってたりえまあ取れる可能性はあるけども非常にリスクが高い状態のえ外国人を雇用しているその状態で行政処置に依頼があるというのがえ私たちは問題だなというふうに思ってえまあエラーが起きているところを少し商品化しよう。 と私たちが今キャッチとしてキャッチコピーですねとして持っているのは、えー、難しいビザ申請で許可を取るというのが我々の価値ではありませんねということを言っています。でこだわっているのはビザ申請自体を難しくしないことにこだわりましょうということで、えー、私たちのグループでは今動いているところです。 でえー、時間がちょっと押してきたので、話を、えー、させていただくと、開業の時のお話です、少しお話変わります、えー、私が開業の時に心配をしたことというので、えー、皆さんにお届けできればなと思います、えー、4つありまして、まず1つは、えー、とお金の問題、資金の問題。で もう一つは、えー、と経営能力経営したことないので大丈夫かなっていう経営能力 <laughs> で3つ目が、えー、実務の能力、えー、司法書士事務所ではいたものの行政書士実務をやったことはありませんでしたなんで、えー、とそこに対しての、えー、不安を持ってましたねで4つ目営業能力という、えー、とこの4つの問題点 を抱えながら、えー、開業をしたとというところですでざっとお話をさせていただきますとまずお金のところなんですけどもえっ、ー、と資金としては500万準備して私はスタートをしました、えー、一番まずい時で500万あったのが20万ぐらいになりましたね <laughs> もうやばいなと思いましたその時にはええー ただ、その時でも、えー、と金融機関からの融資をか、まあ、きっと借りれなかったでしょうし、えーと、融資を考えはしなかったです、その時き、ねえー。そんな状況だったんですけども、えー、どういうふうにやってきたかというと、基本的に、もうこれは今も変わっていませんが、えーと、お金を稼ぐということよりも、とにかく信用を稼ぐということにこだわりを持って、えー、今もやってます、それは。ね 当時は頼まれた仕事は断ら二十万円で預金残高がそこ預金残高の底が見えたときにですねえと,とある外国人の社長に救っていただきまして大きな依頼をいただいたというのでなんとかそこからはまあえ右肩上がりではまあ来ているのかなというふうに思います。ただ 500万あったものが20万まで減って家賃が払えるかなとかってなった時ってやっぱりかなり恐怖を持ちますただその時に私自身を救ってくれたのはやっぱりお金を稼ぐっていうそこだけじゃなくって信用を稼ぐというところにこだわったのが良かったのかなというふうに自分では自己分析をしているところです。 ねええー、さっき申し上げたお金の問題、その次の心配事としてはです、ね、経営能力ですね。<laughs> まあ、えー、皆さん、最初はもちろん未経験なので、経営能力というところについて、えー、私も例に漏れず、えー、不安を持っていたと、でえー、どういうふうに、えー、その不安と向き合ったかというと、えー、とにかく経営者に会いまくりました会会える経営者にはとことこん会いました。 でえー、自分からあんまり親しくなくても自分からお声掛けして会いに行きましたまあそれもあって500万から20万まで減るまでに6か月ぐらいでしたかね <laughs> それぐらいの速度で減りましたね、えー、なんで、えー、とそれだけそれも投資だと思って、えー、いろんな人に会いに行きました。で 時間がありましたから、えー、たくさん本読みましたねとにかく本を読みましたで、本も前から後ろまでざっと読むんではなくて、えー、自分が知りたい情報のところだけピックアップして読むような読み方をしましたで、えー、これまでの自分の人生経験の中で、えー、人から話を聞いたり本で学んだりした ことが果たしてどこまで実践できていたのかなというのが自分自身で会議的な部分があったので、と実践することにこだわりました。具体的にあった方法としては、と少し稚拙な方法感も分かりませんが、パソコンのデスクトップにメモを立ち上げてですね、ややることリストみたいなのを作って、本当に1個ずつ <laughs> やっていってたというのがえ当時えやってたことですかね。はい。 でまあえー、経営能力は、まあ、今でも磨かれたかどうかは分かりませんけど、まあ、なんとかここまで来れてますんで、えー、少しは、えー、この方法も役に立ったのかなというふうに思ってますで3つ目実務能力心配していた実務能力ですで、えー、これはどうしたかというと,、えー、と開業当初、まあ、法人化になってもしばらく当面の間はです、ね、あの人の倍は働いたと思います。えー、と月間で まあ時代に逆行してますけど4,000時間か5,000時間ぐらいは優に働いてたと思いますねでできるだけ数多く実務に触れることっていうのにえと本当にこだわってやっていましたでえ私自身実務をやる中でえおっちょこちょいであったりえするところが分かっていたのでそこの原因究明というかですね対応策っていうのも本当に考えに考え抜いて、えー 実務をすることにしましたで具体的に何をやったかというと結構これって仕事をする上でも重要かなと思うんですけども私も今職員によく言いますけど思考ととと作業をを完全に分離しなさいというこえながら仕事をやると判断ミスっていうのも起きやすかったのでそこをも自分自身で強制をすることに結構力を入れました。 であとですね、あのーまあ、これもアナログな方法なんですけども書籍と実務の往復を本当、えー、と数えきれないぐらいしました、えー、と分かっていることもう頭の中に入っていることでもタイトルだけでも拾っていきましたで実務をやって自分で書類を起案して、えー、またその自分の参考書をこう往復するようなイメージですねこれは試験勉強を ととかかかででもも、えー、せるかなと思うんですけどもわ私はこれが多分実務においては一番重要と言っていいぐらい重要なんじゃないかなと思いますインプットをするといいう意味では非常に優れているかなとあ,のとある研究によると仕事をしている人は8割ぐらい何かを探しているらしいですよね探している時間っていうのが非常に仕事をしている中では多いと。 えー、ですのでこの往復を繰り返すことによって全て自分の頭の中にインプットしちゃうという、えー、ような意識を強く持ちました、ねえー、時間も押してきましたんで急ぎますね、えー、4つ目営業能力、えー、営業能力については私はも,もともと人と喋ったりすることに対して苦手意識はありませんでしたけども、えー、いろいろ試しましたとにかく試しました えー、取れる手段は、えーまあ、これが500万から20万に激減した理由の一つではあるんですけど例えばチラシもやりましたし、えー、私は国際業務やってますんで入管の駅に看板も出しましたし、えー、外国人が読みそうな新聞もやりましたし、えー、いろいろやりました。 で成果が、えー、当時出たものについてはとが、えー、らせていく、えー、要はさらに追加で投資をしていくみたいなことを、えー、やりました結果が出たものだけをとがらせていくとただ失敗,してる失敗したからこそ学べたことも私はあるかなと思いますで当時私が開業した時に、えー、実は1人でやったわけではなくて2人でやってるんですあの司法書士試験の えー、受験生時代の仲間、まあえー、その彼は資格は持ってなかったんですけども、えー、と補助者として入ってもらって2人で、えー、やってましたで売上の半分を私は当時、えー、とプロモーション費用に全てぶっ込んでましたね、えー、半分半分を広告費として当時は使ってました、えー そんな感じで私が開業時に心配した資金能力経営能力実務能力営業能力というところに対してこの4つの心配事に対してアプローチをしてきたということをお伝えをできればなと思います私からのまとめとしましてはまず信用稼ぎにこだわっていただきたいなと行政書士が食べれない食えないとかっていうことは一切ないと思います でえー、持続性を持とうと思えばですねやっぱりお金のためとか自分のためとかではなくってもう世のため人のためみたいな感じにの業務をしてもらえると、えー、必ずフォローしてくれる人も増えるはずですなんで、えー、信用稼ぎにとことんこだわって頂ければなというふうに思いますで <laughs>、ねえー、まとめ2つ目、えー、まあ金なし金なし状態でもまあ行政処置ってできますよということを ぜひ私を見ていただいて感じ取っていただければなと思います大体いいできないと決めている人って自分なんです周りから「あなたできません」って言われているんではなくって自分自身ができないっていうふうに思っているのでできないという結果になっていると思いますんでさっきのお話ではないですけどもやると決めてやっていただければなと思います。あとと追い風なのは当時と比べてマーケティング方法が非常に多様化している というふうふに思いいますいろんなマーケティングツールがあるので、えー、とそれをうまく使うことによって、えー、十分、えー、依頼受注といいいうのはは取れるんではないかなか思いますあとは、えー、正しい方法で努力をすれば結果が出る資格かなと少しお話重複するかもしれないですけども、えー、良い手本良い師匠を持っていただいて、えー、真似ていただいたり学んでいただいたり積極的にしていただければ良いのかなと。 あとは最後、思っているだけではなくて行動していただきたいなと、さっき森本代表のお話にもありましたけど、見識から短式というお話がありましたけども、思っているだけではなくて行動をしていただく、そうすれば必ず良い結果が導けるんではないかなというふうに思います。 えー、短い間でしたけどもあの私からのお話は以上とさせていただきます。ありがとうございました いかがですかあのすごく、あのー、リアリティな話で、ためになったんじゃないかなというふうに思います。あのーまあ、僕も今、若松さんの話を聞きながらいろいろメモをさせてもらいましたですけども、まあ、本当にあの素晴らしいことをされてきてるんだなというふうに改めてですね、ちょっと勉強させていただきました。であのー、今日はですね、ここからちょっと私、話をさせていただきます、えーっと。まず行政書士の大きな魅力の話をまず最初にですね、ちょっとしていきたいなというふうに思うんですけども、1つ目は幅広い業務領域ですね。 えー、若松先生は今、入国管理のお仕事の話をされましたで、そこから派生させて、外国人雇用の判断をするところへ、まあ、領域へ入っていったということなんですけど、この入り口がまずすごく多いんですね、えっと、数がですね、できる仕事の数がすごく多いのがまず一つ魅力です、行政書士の。二つ目はですね、まあ、時流に応じてどん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 新しい仕事が出てきます、えー、税理士とか弁護士さんとかとは違ってです、ね、いろいろな手続き、業務っていうのがこれからも出てきます。 なので、えー、領域が自流対応で変わってくるというところですね、でもう一つ、手続きなので、デジタルシフトへの相性がいいっていうことですね、まあ、世の中デジタル、デジタルというふうに言われてますけれども、まあ、僕ら自動車の登録でいくと、ですね AI になったらなくなるっていうふうに言われてるような業務なんですね、僕らの仕事はですね、自動車の登録はそうかもしれないですね、なので、えー、どういうふうな話を会社でしているかっていうと、ですね、えー、もっと自分らで AI 化していこうって話をしてます、実はですね。 自分たちで自分たちの仕事をなくすようなイメージを持ってそれを仕事としてやっていこうよという話を今していますが時代ってそんなにすぐには変わらないですね変わらないですよねでもそういうことを考えながら毎日毎日やっていくことによってそれをやっていなければ突然変わったように見えるだけです実はやってる人はやってってるんですねいろんな手を打ちながらですねなので我々はデジタルシュートとの相性もいいので逆にえもっともっとそっちに入っていってですねお客様に もっと安く提供できるのかなというような感覚を持って仕事をしていこうというような話をしていっています。じゃあ、ちょっと一つずつね、あの簡単に話をしたいなというふうに思いますが、まず最初、えっと、業務の領域の話ですけれども、まあ、約1万種類あるっていうふうに言われてますが、僕はすみません、細かく本当かどうかっていうのは分からないですけれども、言われてるんですね、それぐらいあると。でそれぐらいやっぱあるので、まあ、入り口がまあたくさんあります。 うちの会社も今はですね自動車の登録というものに特化している会社なんですけれども、えー、10年ちょっと前まではですねあの許認可建設業の許可申請とかですね特殊車両の通行許可申請とかですね、まあ、そういった許認可関係の、まあ、仕事もうちの会社はやってました、まあ、十数年前にちょっともう辞めましてですねもう一点突破ということで自動車の登録手続きに、えー、集約をしたっていうまあ過去があるんですけれども、まあ、そのような形でいろいろ できることはたくさんあります。これがやっぱり一つ魅力ではないかなというふうに思うんですね。でもう一つ、えー、自流適用、まあここ数年で出てきたことで言うならばですね、民泊、Airbnb とかですね、そういうのが出てきて、まあ、それに対する許可申請、まあ、こういったことに取り組んでいらっしゃる行政書士の方もやっぱ出てきました。あるいはドローンもそうですね。僕はあの富山県の方にあの仲良くしてくださっている先生がいるんですけど、もうドローンのその許可申請ですか。 の方にどん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 今入ってやってらっしゃる方もいらっしゃいます、まあ、そのように、時流の流れ、時代の流れに応じてですね発生してくる仕事もやっぱりたくさんあるんですね、まあ、第一人者になれますよね、その中でやっちゃえばですね、昔から自動車の登録はあるから難しいっていう発想もあるかもしれないんですけど、新しくどんどん出てくるので、その世界の第一人者になれるっていうのはすごい大きいですよね、可能性としてですよ、やるかやらないかは先ほどから申し上げているように、自分次第いとこあるんですけど、でも可能性があるっていうのはすごい大きいですよね。 まあそういうようなことで、自流適用の業務の領域っていうのも魅力じゃないかなというふうに思います。で、もう一つ、デジタルとの相性についてはですね、特に僕ら、自動車の登録っていうのはですね、本当に手続きの仕事なんですね、なので、先ほど若松さんがやってらっしゃるのは、トータル的なサポートをしていくコンサルの部分も入っているので、月額いくらというまあ顧問料をもらいながら、行政書士としては珍しいというか、ハードルの高いところにやっぱチャレンジされてらっしゃるわけですね。 僕らは逆にそういうことではなくて、手続きの方でどん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 今広げていっているような状態です。なので、デジタルを使って、僕ら自身の効率もどん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 上げていって、もっとお客様に安く提供できるような商品、サービスを作っていけるような相性があるんじゃないかなというふうに思ってますので、時代に合っているんじゃないかなというふうにもやっぱり思っています。このように行政書士の魅力っていうのが、本当にいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。 ここからですね、ちょっとうちのグループの話をちょっとしていきたいなというふうに思います。えー、主力商品は自動車です、自動車です。えー、なぜ自動車に特化しているのかって話をちょっと3つさせていただきます。1つはですね、自動車の産業っていうのは日本でめちゃくちゃでかいってことですね、めちゃくちゃ大きいです。僕の資産で,です、勝手な資産ですけど、自動車の登録手続きのマーケットだけで1000億円あるんです、1000億円あるんですね。 1> 1, 億円ですね僕らの会社っていうのはですね、日本で一番大きな行政書士って言われてますが、うちの売上は16億円です、今期の目標で18億なんですね、1000億円のマーケットの中で、一番大きな会社で16億しかやってないんですよ、ものすごいチャンスあるんですね、普通はですよ、業界で10%から15%ぐらいナンバーワンの会社は取ってます、シェアの。れ大変なんですね、そういうところに参入していくっていうのは大変なんです。 だからこそ、僕は行政書士の大きなもう一つの魅力としては、シェアトップの会社でさえ1、1%いかないんです、こんな業界ってないんですよ、だから皆さんに可能性がどれだけあるかっていうことで、数字上のですね、僕はすごいなと思います、これは。だから可能性はあります、皆さん、いいですか、可能性ですよ。だからそういうふうに捉えていただきたいなと思いますね。自動車の産業、僕、大きいので、チャンスがあると思って、引き続き自動車の登録手続きには深く入っていこうというふうに思っています。もう一つ 先ほどあの若松先生の話も出てきたんですけど、ストックビジネス、要は反復継続でお金がいただけるビジネスモデルっていうのは、やっぱり一番安定するんですね。自動車の登録っていうのは、車屋さん、ディーラーさんとか、中古車販売店さんからお仕事いただくので、一度契約がスタートすると、毎日のように仕事が来るんです、毎日です。だから、新規、新規、新規で受注する必要がないんですね。例えば一社中古車販売店さん 大きな中古車販売店さん、1社受注できたらですね、大体月間30万円ぐらいの売り上げになります。それが毎月続くんです、営業しなくてですよ、最初受注できたらですね。だからそういうところを増やしていくということですね、これはやっぱりストックビジネス、僕らは定期的に新規の受注をしなくても仕事が入ってくるっていう魅力が自動車の登録にはあるという意味ですね。これは2つ目ですね。で、3つ目はですね、組織化しやすいです、組織化をしやすいですね。例えば えっと僕はなぜ許認可をやめたかっていいますと、許認可っていうのはやっぱりその知識もすごく必要で、法律に触れる、触れないの判断がすごくやっぱ大事になってくるんですけど、そのとき、うちの補助者が、まあ、そういうちょっと失敗を犯してしまったんですね、なので、その先生の判断がやっぱすごく大事になります。でも、自動車の登録手続きっていうのは、まあ、手続き業務なので、毎日毎日の繰り返しなのでですね、まあ、変な話ですけど、その先生の裁量でどうこうできるようなものではなくて、 やればどんどん次が来るっていうような仕組みになってますので、えー、組織化がしやすいんですね、あとでちょっと説明しますうちの社員さんの構成でいくと、まあ、大体280人ぐらいの今、従業員スタッフさんの数なんですけども、うちはですね、そのうち180人の方がパートさんです、主婦の方ですね、もしくはシルバーの方々です、最高齢で75歳の方でも、まだうちの仕事を一生懸命やってくださってます。 うちの会社のパートさん、一番古い人でもう40年ぐらい勤めてくれてるんですね。主婦ですよ、主婦の方で。でもそういう方々が仕事ができるように、仕組みにすぐできます。だから僕たちが常にそこでやるわけではなくて、僕たちはそういう方々に仕事をしてもらって、正社員はですね、もっと違う領域でできるようになってくるんですね。だからこれ、ストックビジネスの回し方として、組織化っていうのは一番いいと思いますね。そういうところが、我々が自動車の登録手続きに特化してるところです。単価が安いっていね、あるんです。 だからあんまりやりたがらないというのはあるんですよ、実際、みんなすぐ10万円とか15万円の仕事をしたくなるんですけど、でも実はですね、単価3000円でもです、ね、毎日来るってことがどれだけすごいことかっていうのがです、ね、自動車の登録手続きをしていただくと、まあ、分かってくるんじゃないかなと思います。後でわれわれのパートナーの方のですね数字上の成長の話もちょっとしたいなと思ってます。われわれのですね会社概要ですけれども、まあ、このようになっていますオフィスは今兵庫とと大阪と東京だけです。 この3箇所なんですけれども、す、ま、べ、あ、てあの自動車の登録をする運輸支局の近くにですね、オフィスを構えてさせていただいてます。まあ、先ほども言いましたが、特徴はやっぱり正社員、パート社員が180人ってとこですね、僕は実はこれはもっと比率を上げたいなというふうに思ってます。1対4ぐらいにしたいんですね、正社員1の割合に対して、パート3、4ぐらいの割合、そういう会社にやっぱりしたいです、実際には。まあ、そうすると、もっともっと社員もですね、ものの幸せをもっともっと得れるんじゃないかなというふうに思ってますので、 そういうのを目指してやっ,ぱやっていきたいなというふうに思っています、はい。じゃあ、次は、えっと、ミッションの話ですね、ミッションの話、えー、これ、会社で掲げてますミッションです、夢ですね、はい、こんな夢抱えてやってるんですね、そこに書いてる通りですね、日本のです、ね、自動車登録手続きのすべてをです、ね、われわれ行政書士で行いたいということでやってるんです。 行政書士の仕事なんで、行政書士でやるのって当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけど、実態はですね、まだまだ車屋さんが自分たちで登録手続きを行っていたり、えー、個人さんが運輸局に行って、自分たちで登録を手続きを行っていたりするんです。なので、まだまだあるんですね、まだまだあるというふうに思ってます。で、その中で、こういう夢を掲げてやってます。で、その夢を実現するためにということで、話なんですけども。 実はその先ほど申し上げたマーケットは1100億円のマーケットがあります。実際にはですね、あるんですね。仕事の量ですね。その中で、実はですね、あの半官半民、まあ、要は半分国が関与しているような団体がありまして、そこはね、年間で300億ぐらいやってるようなイメージなんです。僕が勝手に試算した限りですけどね。すごい大きいですよね。すごい大きいです。ここはですね、行政処置法の独占業務ってあるんですけど、 それれが適用除外されてるんですだから特別にですね、行政書士じゃなくてもやっていいですよっていう団体なんですよ、日本の中で唯一の団体ですね、ものすごく大きいでしょ、300億やってるんです、日本で一番大きな行政書士の僕らで16億ですから、約20倍です、こういう先,さ先があるにもかかわらず、僕は先ほどの夢を掲げてます、全部やりたいと、行政書士ですね、っていう話をしてるんです。だから ある程度自動車の登録に関わっている方々からしたら、お前、何を言ってんねやと、おかしなこと言うとるなというような夢物語のような数字です、正直言うとですね。でもそれを本当にやろうという話を、実は全国に発信をしていってます、全国発信をしてるんですね。で、仲間を今、集めていってまして、今、55社ぐらい、全国、沖縄から北海道までで、55社ぐらいの仲間が集まりました。この夢夢だだけけででですね夢だけで でその夢を掲げて、集まってきてくれてる人たちで、今、100億円みんなでやろうねという話をしてます。100億円ですね。今、うちだけで16億なんですけど、今、55社合わせて35億円になりました。去年27億でした。今年三35億円になりました。あと3倍なんで、そんな遠くない将来にできるんじゃないかなとうう思ってるんですが、何のために100億やるんだということが大事ですよね、皆さんね。大事ですよね。ここがやっぱり僕はすごい仕事が楽しいところなんですけど。 こういう300億円という団体があってです、ね、100億円ぐらいまで僕らのグループがですね絆グループがなってきたときにどういう現象が起こるかというとです、ね、300億円のお客様300億円の方のお客様が我々絆グループに感謝をしてくれるような流れが出てくるんです僕らが100億円ぐらいまでなってくるとですね相手のお客さんが絆さんありがとうねと思ってくれるような風潮が出てくるのが100億ぐらいと思ってるんです僕。 な,どなんでそうになってくるかというとですね僕らが100億ぐらいまでに行くと相手方の反、ね、官反民の団体さんのサービスの質って皆さんどうなると思いますか上がると思う人僕らが100億ぐらい行ったら向こうのサービスの質は上がると思う人そうですよね上がるんですね必ず上がるんですなぜか危機感ですよね危機感ですこれがすごい業界としては大事なんですね ちょっとあの政治の話が昔ですね、自民党が民主党に3年間だけ変わったときありましたね。あれも危機感ですよね。危機感ができたから、自民党さんまたやらなあかんという気持ちになって、またガッと頑張りだしたわけですね。携帯電話も一緒ですね。今、楽天さん頑張って入ってきてますね。一緒ですね、あれも。もともと NTT さんしかなかったところに au ができ、ソフトバンクができた。誰がよ,よ,よいい思いをしたか。我々消費者です。サービスは良くなった上に安くなったわけですよね。 ここれ業界にととってすごい大事なことなんです、ね、だから僕らもそういう夢を語りながら、それを一緒にやろうという仲間を増やしていってます。で、実際100億円を目指そうということで、今やらせてもらってるんですね。やっぱ働く意義としてやっぱすごい大事じゃないかと、これ仕事という意味でですね、やっぱり世の中の役に立つ、さっきも若松さんもおっしゃられました、世の中の役に立つ、信頼、信用稼ごう、一緒なんですね。世の中の中役に立つとという信念を持ってやることが 最終的にはそういうふうな生きがいになってくると思うんですね。だから僕らも仕事を通じて、そういう世の中に挑戦していきたいなというふうに思っています。まあ、そういうことを続けてこうやってきたんですけれども、やってきたんですけど、まあ、この夢を追っかけてですね、夢だけでとりあえず集まってもらった55名ぐらいの方が今、全国各地にいらっしゃるんですけど、実際その方々、どうなってきたかというとですね、 例えば数字でいきますとね、これ、話だけでもいいんですけど、数字で見るって、やっぱすごいやっぱ大事なんですよね。例えば北海道の北海道の行政書士さん、われわれのパートナーになってもらった行政書士さん、2017年、売上げ。 350万円でした。350万円でした、2017年、3年前ですね。2019年、去年の12月末、どうなったか、1900万になりました。これ、1人ですね、1人からスタートですね。1人スタートですね。で、もう6人から7人ぐらい今いる状態になっています。これ北海道ですね青森 これあえてちょっとあんま年じゃないところね、ちょっと言ってるんですけど、青森、青森の先生、2017年、いくらだったか、この方、若いんですよ、まだ37、8歳ですね、37、8歳、今ですね、2017年、もうでもすでにその時4000万してました、彼は、青森で、2019年、すごいですね、今度、公演してもらおうと思ってましたね、うちのグループで。 1> 1億200万ですすごいですね。岐阜、この岐阜の人はですね、もうあの僕も手伝いに行ったんですよ、一緒になって鉄屋とかした子です。うちのパートナーになってくれたんで、もうピンチになったら言うてくれと、俺ら行くからということで、岐阜の先生、この方も今、30後半ぐらいの方ですね、現在。2017年。 500万でした2019年、去年、どうなったかっていうとですね、3500万です。この2017年のときは1人でした。で、僕に電話してきたんですね、夜中、代表、仕事できませんと、大変ですと、パートさんも辞めたいって言ってきますと、仕事が増えたらちょっと大変ですって言ってきたんですね、僕に。この500万から伸びていく最中ですね 伸びていく最中に僕らも仕事をどんどん紹介もしたりするんですほなもうできませんと根を上げたんですねでその時僕は「んなことないとできんわけないから」ということでうちの社員を何名か連れてこの行政処置に行きました岐阜に神戸からですねで一緒になって仕事したんですその日はですねでそれを乗り越えれたからこそ今3500万まで行ってるんですね行ってますななんででそそうううっっていいたかと,いうとですねそういう場に いるからです単純な話なですけどみんな伸びようとやろうよっていう人の中に入っていってるからなんですねこれすごい大事なんですだから皆さんも絶対にさっきの若松さんも社長に会いに行ったという話をされました時間を割いて一見無駄だと思うかもしれないんですけどすごい大切にしてほしいところです僕はだから自動車の登録で言ったら僕らはそういう役割になりたいと思ってますそういう地域地域で頑張りたい人たちを 僕らららの中に入ってきてもらっててててててきももサポートしそししそ成長していってもらうと今もうこんな僕ら別に何のサポートもしてないわけですよ。せずとも、せずともそうになっていってます、現状。でそういう形で27億やった去年の数字が35億になってるんですね、全員でですけどね。まあ、そんな形で、とにかく全員で増やそうという話をしてます。この夢だけですね、最初は。夢だけに集まっていただきました。でもまあ、実際にはですね、夢語って集まってきた、来てもらってもですよ。 実際、じゃあどないしていくんですかというところがないとなかなか人ってついていきにくいですよね。だ一つは僕はそういう形でみんなの数字が伸びていくように、我々も努力をしたい、そして伸ばしてあげる、それは直接手を下してってことじゃなくて、環境を提供してあげながら、頑張るっていう気持ちにさせてあげるということが僕らの役割じゃないかなと思ってます。で、そうするとですね、いろんな人からそのパートナーの中で僕らはなんて言われるかっていうとですね、もっと頑張ってくれって言われますね。 もっっととやってくれと僕らあの去年の売り上げは16億、えー、16億でしたね去年が16億やったんですその前が15億ぐらいです大体いい今毎年1億ぐらい伸びてってる状態なんですけどもっと伸ばしてくれって言われるんですねパートナーの人らからなんでかっていうとですね絆さんがもっと伸びだからそういう関係ですよ、ね、僕もやっぱりそういうふうに言ってくれる人がいるからあかんこのままではあかんここで立ち止まったらあかんと思える関係がやっぱそこに出てくるんですね だからみんなそうやってついてきてくれる人が増えたら、その人たちも絶対幸せになれるんじゃないかなと思ってるので、まあ、とにかく走り続けようというふうに思ってます。で、まあ、夢だけ語っててもだめなので、まあ、具体的にちゃんと落としていくようなことを考えましょうということで、まあ、今やってるのはこのプラットフォームっていうことです。デジタルの世界に入っていきます、今からですね。デジタルの世界なんですね。えー、2つ、今、あ積極的に取り組んでいってる状態です。2つですね。1つは カーレジという仕組みを使った世の中へのプラットフォームの提供ですねもう一つはつなぐるというものを使ったプラットフォームの構築ですこの二つを実際に今やっていってますなんでこういうことをやってるかっていう話なんですけど まあ夢を実現するためですよ、あの先ほども一回戻りますけど、日本の自動車登録手続きのすべてをわれわれ行政書士でやりたいという夢です。これを実現したいということですね。この夢に賛同してくれる人が集まってきてくれたのが、その55社、今あるということですね。で、じゃあ具体的に実現するために、どういう戦略で、どういう考えを持ってやってるのかという話をちょっとね、ちょっと簡単にしたい。 えっと、プレファレンスっていうんですけど、えー、好み、お客様の好みをまあ上げていくという取り組み、これ一つ大事ですねと、お客様が好むようなものをどんどん出していこうということです、これどういうことかって、もうちょっと分かりやすく言うと、ブランディングって思っておいてもらっていまですね、ブランディング、ブランド化していこうと、ブランド化していこうということですね、二つ目。 お客様に認知していただくようにしていこうということですね。夢を実現するための戦略ですね、考え方ですよ。どういうところにお金とか時間とかを割いていくかという話です。一つはブランド化、もう一つは認知です、認知。そして最後、三つ目。僕らはこうハイカって呼んでます。ハイカというふうに呼んでますが、この三つに力を今入れていってます、実際に。 でブランドっていうのは差別化ですよね、差別化、差別化ですね、例えば、ーテーマパークでいくと、東京ディズニーランドっていうのは、あのー、あ,あいうのに特化してやってますね、それに対して、富士急ハイランドってすごい、と思いません富士急ハイランドっていゆる絶叫系特化型で大成功してるいるテーマパークですよね。 だから僕は行政書士の中で、今まで感じてたのは、自動車の登録に特化、これ、差別化と思ってやってきてたんです、今まで。いや、でも全然違うなと思いました。自動車の登録に特化していることが差別化ではなくて、どういった登録をするのかっていうので、差別化を作っていこうというふうに今、していってる状態なんです。例えば、とにかく安い自動車登録手続き、イコール、ほにゃららみたいなイメージですね。 僕らでいくととにかく安い自動車登録手続きイコールカレーレジっていうのを目指してるわけですねあるいはとにかく早い自動車登録手続きはつなぐるっていうのを目指してますこういうブランドそういうふうな差別化をしていこうという動きを取ってるということですねで認知をそれで広めていこうとしてるんです世の中にですね認知を広げていこうとしてますでここで一番大切になってくるのはですね認知された後なんですけど じゃあ例えば認知知ったことによってこれやってよってお客様に言われたときに絶対にやれるる環境があかかどうかなんですこれがも,うものすごいもうハードルとして僕らの中にあったんですなので5年ぐらい前から僕は全国各地回って夢の話をし実際にこううにやっていきたいという話をして仲間を作っていったというのが流れです。 これはお客様がサービスこれやってって言われたときにあいいですよできますよってすぐに言えるかどうかなんですねこれ廃下っていう言い方をしていますだ僕たちはこの3つをとにかく実現しながらあの夢に向かって走ろうという話をまあ皆さんにしてましてここに対して力を入れていってるというようなまあ今やり方になってますで認知ブランド化認知廃下これを作るために商品を2つ作ったその1つがカーレジという商品もう1つは つなぐるという商品ですねこの2つを今作って、えー、使って、今一生懸命やっていってるという途中です。カーレジってどういうものなのかって話をちょっと簡単にさせてもらいたいなというふうに思います。これはですね、先ほども申し上げましたが、とにかく安いってことですね、安い商品です。えー、例えば自分たちでね、行政諸司法人、絆神戸で提供しているお客様いますね、我々のサービスを。提供しているお客様に、カーレジという商品も提供していってます。 僕らの普段提供している手数料よりも安いです。安いんですね。安いですよ。これだから、食い合ってる状態です、社内で。こまあ不思議かもしれないですけど、社内で競合を作ってます。安い商品。で、僕らは一般的に提供しているのは、お客様に寄り添って、ね、きちっと対応して、やってあげて、手数料はそれなりにいただくと。まあ、こういう商品ですね。普通の行政書士の商品です。ここに徹底的に安いという商品を入れていってるんですね。 でも、すごいこう、手厚いフォローしてるかって、全くしないようなサービスなんですよ。この2つを今、社内で競合させていってます。バッティングするんですね。そういうやり方を今していってます。これが一つの特徴ですね。これは先ほど言った世の中の流れに、流れについていくために、ためにですね、もっと商品を細分化しようとしてるんです。僕ららの仕事寄り添う仕事事りうははなくならななくいいと思いますすそそれはそれででで大切なんですねでも 一たにしたらあかんんなと思ってるんです、ね、そういう寄り添う商品を提供してる行政書士がお客さんって安いのなんか安くしてよって話すぐ出ますよね消費者心理からしたら安くしてって必ず言うじゃないですかそれ用の商品を作っていってるっていうイメージを持ってもらったら分かりやすいかもしれないですね今提供してるお客さんからもっと安してや言われたらあいいですよこのカーッジという商品をお使い,いただけたら安くできますとなぜならこっちはほぼ自動化で進んでいくので 僕らの手間もかからないので、安くできますよっていう商品。こういうような形で差別化ですね、これがブランドになるというふうに思ってます。だから行政書士の本来の寄り添う提供するサービスを、ちゃんと認知させてもらうという効果もあるはずなんですね。今、そこが一緒くたになってきているというのは、僕ら自動車登録手続きの中の課題です。料金の幅がすごく幅あるんですね。提供しているサービスは一緒なのに。これはすごく大きな問題じゃないかなというふうに思っているので。 実はこういう安いい安のを作りましたでじゃあそれをお客さんなびいてきたときにですね提供してくれよと例えば、えー、青森の登録やってとかですね東京のお客さんから青森の登録その値段でやってくれと言われたときにできる環境がないともう認知が広がらなくなってくるんですね。いいですよできますよってなったらお客さんは「お、そんなとこまでできるようになったのか」と「この商品いいね」って話を口コミでやりだすというような流れですよね。 だから廃科っていうのも同時にすごくやっぱ大事になってくると思って5、6年前からまあそういうい取り組みをしています実は今週の日曜日もですね、あの茨城県に行くんですけど、そ同じようにですね、茨城県のまあえっと土浦という地域なんですけど、そこの運輸局がちょっとまだ空白地域なので、えー、そこに行って、行政書士さんに会って、この話をして、廃、え、科、ー、の仲間になってもらうというようなことを今からやっていくと、まあ、いうようなことを考えているような感じですね。 これがやっぱり今の一つ、カーレジというものの流れです。もう一つ、つなぐるというものは何をしているかというとですね、今すぐっていうのにだけ対応する仕組みを考えています。大阪で今、トライアルを始めていってるんですけども、えー、普段我々のような行政書士を使ってくださってるお客様がいますと。でも、僕たちも今、預かって、書類をお預かりしてから24時間で出来上がりをお届けするっていうサービスを提供してるんですけども、 お客さんによってはです、ね、今すぐこの自動車の登録手続きをしてもらいたいとか、今すぐこの車庫証明の申請を警察どこどこの警察に出してほしいとか、僕らは動けないんだという場合があるんです、実際にわれわれのお客さんでもありまして、できる限りわれわれも対応させていただいているのが現状ですが、毎日数件お断りしてます、すみません、ちょっと今からでは間に合わないですと、申し訳ございませんというふうにお断りしてるんですね。 そういうのだけを、そういうのだけを拾いきる、要は行政書士は全部やるっていうのが僕らの夢なので、その漏れた仕事だけを拾えるような仕組み作りに着手したのがつなぐるっていうのなんです、まあ、携帯のですね、まあ、簡単に言うと、携帯のアプリを作ってまして、ここで、えーまあ、例えば渋谷でですね、えー、今日がまだ平日の昼間だとして、えー、12時だとしてですね、3時までにこの車庫証明を、えー、立川警察に出してほしいんだと。 っていうのを入力していただくと、東京都内で登録をしている行政書士さんに一斉送信されて、今自分は動けますっていう人が反応したらそこでマッチングが成立するようなイメージです。もうそういうようなサービスですね。そういうのをちょっと作ってやってます。でこれは今大阪でトライアルをしてまして、大体60名ぐらいの行政書士さんに登録をしていただいてて、今やからやっていこうというふうにしている状態ですね。これも先ほど言いましたように、お客様のニーズに応えるための商品なんですね。だから差別化です。 他の行政書士さんができないようなことをぜ、行政書士みんなで対応してやろうよと。なぜなら、全部の登録手続きを我々行政書士でやるという夢があるんだから、そこを漏らすわけにはいかないという考え方ですね。まあ、そういうような形で、このつなぐるというものをまあ構築して、今やっていっているというような状態です。この2つですね、今この2つをまあブランド化今していってまして、その2つがブランド化できれば、 普段僕らがサービスとして手厚く提供している行政書士のサービスそのものもですね、ブランディングできていくんじゃないかなというふうに思っています。要は管理面をちゃんとしますという意味ですね、きちっとフルでサポートしていきますよというような商品も明確にしていきたいということですね。そういう形で、以前は自動車の登録に特化している行政書士っていうのが差別化やと思ってやってきてましたが、この5年ぐらいで考えを変えて、自動車の登録の中の商品ごとに、 ブランディングをしていこうというような考え方で今やっていますと、そういうような形で、夢に向かって具体的にです、ねまあ、進めていっているような状態です。カーレジのサービスはです、ね、今現状でいくと、去年の10月からスタートしましてです、ね、大体今、2月で今、月間150台ぐらい、まだ150台ぐらいなんですよ、全国で発生しているのは。まあ、2桁ちょっと僕らが目指すところは、この2桁、先を目指したいんです、将来的には。何万という数字、月間で何万という数字をそこで作りたいと。 まあいうのが目標として掲げている最中です、今、カーッジの商品で、ね、はですね。つなぐるはですね、世の中にある自動車販売店会社様、あるいは整備工場さんとかですね、そういったところから、1店舗ですね、1店舗あたり月1台ぐらいのイメージしか持ってないです。1店舗月1台出るか出ないかです。まあ、それぐらいのイメージになってますが、それでも1000億円のうちの、マーケットでいくと、1000億円のうちの80億から100億円ぐらいはそれだけで。 作れるんじゃないかなとうう思ってまして、そこに向かってやっていってるというような状態です、まあ、この2つですね。で、まあ、そういうことを夢を掲げて、ですね、えー、商品を作って、実際に進んでいってる中で、今、今現在、えー、組織ができた数が、今そこに書いてあります通りとおり、84.9%です、ね、84. で全国の、そこまでやっと来ることができたというような状態です。 未開拓支局って書いてますね、未開拓の市局実はこれだけまだ残ってます、ここはですね、えー、僕がまだひたすら会いに行っては話をし、会いに行って話をし、えー、その繰り返しを今やってるところでございます。まあ、例えば、その、まあ、僕なんかでいくと、き、まあ、今日聞いてくださってる方々の中で、まあ、そういった地域地元があるとかですね。 そういった地域でやりたいとかっていう人が出てきてくだされば我々にとってもまあすごく嬉しいなというような地域でございますそこについてはですねこれから引き続きそこについては我々自身も動いて探していこうというふうに思っている地域でございますちなみにですねそこの資料にありますとおり絆神戸と絆東京っていうのは私たちが直接見ている法人になりますがその他の絆仙台絆愛知絆京都絆徳島絆佐賀とかはですね 一そのパートナーの中からパートナーの中から自分たちで「絆ホニャララ」という地域名をつけてやりたいんだという方々については、まあ、基本的には何のロイヤリティもいただくことなくですねもうやってくれとそれでっていう話をしていって、まあ、徐々に徐々に今増えていっているような状態です、まあ、彼らからしたらですね「まあ、絆」という名前を使えるっていうのは絶対に営業上ではねあのいいはずなんですそれは僕らも自動車登録に特化して今までずっとやってきてますんで 自動車業界の中では、結構知られてる方なので、絆ほにゃららっていう名前を付けてやることによって、自分たちはその仲間なんだというふうなね、ことでお客様に伝えることができるので、まあ、そういう方々も今、増えてきているというような状態です。将来は、絆ほにゃららという方々で、全国各地がどん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 広がっていって、やっていけばです、ね、先ほど申し上げた夢の実現へ、また一つつつながっていくんじゃないかなというふうに思って、続けている次第でございます。 はい今までですね、ここまでが私どもの取り組み、最近の取り組みについて話をさせていただきました。えー、次はですね、ちょっと独立へ向けてということで話をしていきたいなというふうに思っています。事、えっと、業の独立のイメージに、まあ、どんなものがあるかということですね、独立のイメージにどんなものがあるかということで、先ほど若松先生の方から四つ、4つ挙げられましたですね、若松先生、まずお金の問題だと、経営の能力。 そして営業,営業の能力、そして実務の能力ということで、まあ、それぞれ不安材料っていうのはおそらくあるんじゃないかなというふうに思います。我々もそうに考えます。不安定、先の見えない不安定な環境とかですね、実務ノウハウで習得のための下積みってどないしたらええんかなとかですね、そういったところがいろいろ悩みとしてあると思うんですね。で、まあ、当然、当然ですね、もうそういう悩みがあるのは当然じゃないかなというふうに思います。でそこで我々としてですね、 われわれとして不安をちょっとでも払拭できるような内容はできないのかということで、考えさせていただいている内容を今からちょっと10分ぐらいですね話をさせていただいて、最後、失業と、失業とはですね、なでも結構ですんで、とにかくしていただきたいなというふうに思っています。これからの時代、パラレルキャリアということで、いろんな働き方がありますよねということになってきます。うちの会社では、このように考えていきたいなというふうに思ってまして、 その資料に書いてます4つですね4つのコースをちょっと今回ご用意をしております体験してみたい資格を持っているあるいは今勉強中だという方で自動車の登録手続きでもいいので体験していいみたいんだという方は我々の東京のオフィスの方でまアルバイト感覚でですねどん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 受け入れをさせていただきたいなとまいうふうに思っていますなぜかっていうとですねこれあの あのカッコつけけててるわけじゃなくてですねうちもでですすすね仕事がすごくやっぱ多いんですもうあの今日ちょっとうちの東京の責任者も来てるんですけど実はですねもう多くてですね今ちょっと制限まあ営業活動も制限してる状態ではあるんですもう正直に言いますとですねだから東京でもっともっと下地が出来上がっていけばですねもう年間で1億どころの話じゃないはずなんです我々の業界ですよ自動車の登録はですねそういう風に感じます東京にいてて。 あのおそらく東京の責任者も悔ししいいい思思いをしてると思いますもっと人をちゃんとたくさん育てていければもっと伸ばせるのにっていうもう何とも言えない気持ちがあると思いますね実際なのですいませんカッコつけてるわけじゃなくてこういう働き方をして我々も助け,助か助けてもらいたいなと皆さんもそういう形で独立に向けて何かのチャンスになればいいんじゃないかなという思いで今日話をさせていただきます。で2つ目は副業コースですね うちの会社は副業は基本的には認めていないんです、今の正社員についてはですね、ただ資格、この行政書士の資格者については、ですねあるいは目指している方については、え他で働いている方もどんどん受け入れていこうというふうに思っています、特に毎日じゃなくて結構ですという考え方ですね、月末の3日間だけ、5日間だけ、あるいは土日だけ働きたい、今、副業、今働かれているところがあるので、平日は難しい、土日だけがいい。 あるいは、月末だけ勤めたいとかですね、そんな方も大歓迎です。で、もう一つ、独立コースですね、あなたの独立開業をトータルでサポートしますということで、これはあの基本的には、うちで最初、勤めていただくことが必要じゃないかなというふうには思います、実際にはですね、1年でも2年、まあ、1年というのはちょっと難しいかもしれないですけど、2年ぐらい勤めてもらったら、自分たちでどんどん独立していけるんじゃないかなと思います。えー、本当は、もう、本当を言うとですね、5年ぐらいいてほしいという気持ちはあります、やっぱり社長としてはですね。 5年ぐらいいていたただきたい,っていうのがあるんですけども、まあその自分たちのペースで、まあ、2年でも独立したいということであれば、それはどんどん支援をしたいなというふうに思います。具体的に私たちの東京オフィスからも資格者で独立をしていってます。で、<laughs> 仕事がないときだけうちに手伝いに来たりするんですね。僕らそんなんでも OK です、もう正直言うと。それでも助かります、僕らも。自分たちで仕事を取り、まあ、受注頑張ってしてし でも仕事が少ない場合うちの会社に月末だけ働きに来て手伝ってくれる行政書士さんも何名かいらっしゃいます全部でですね9名10名9名ぐらいいるんじゃないかなそういう方々が実際に自分で独立してるんだけども仕事の量がまだ確保できないから働かせてほしいという方がいらっしゃって大体それぐらいの方々が毎月ですね数日間うちで働いてくれてるということもありますだからそういった形の、えー、独立した後のですね 不安も僕ら払拭できる内容があるんじゃないかなというふうには考えてます。で最後はですね、プロフェッショナルコースっていうことで、えー、資格を取ってるけども、別に独立はもうせんでええと。でも、絆グループのような形で、絆のブランドを使い、絆のお金を使い、自分たちができることを大きなことにチャレンジしたいというような方々ですね。 まあそういう方々はうちの会社もやっぱりウェルカムなんで、まあ、どんどん来ていただけたら嬉しいかなという気もしております。まあ、そういう形で一応4つのです、ね、コースを今、準備しているような状態になっています。キャリア形成体験コースでは行政書士業務を全く想像できない方々、やっぱりね、さっきあの若松さんおっしゃってましたけど、えっと多分年間で4、5千時間、四五0時間ということは、1日あたりで直すとですね、30日働いたとして、1日16時間です。それぐらい働いてたということです。 土日日関係なく1日16時間ぐらい働い働ててたっっことですねやっぱ独立をしていくっていう考えた時やっぱそれぐらいの覚悟はやっぱ僕は必要じゃないかなってやっぱ思うんです実際にはですね本当にやっぱやっていってほしいなというふうに思いますでもそれはずっと続くわけじゃなくてやっぱある程度いくまでやっぱそういう働き方必要じゃないかなと思うんですねだってみんな一生懸命それなりにですよ僕も含めてみんな一生懸命やってる中で成長していこうと思ったらもう単純な話ですけど、まあ、さっきの若松さんも言うと。 今と逆行するんじゃないかって話をしてるかもしれないですけど単純に人よりもどれだけ努力をできるかってのはすごくやっぱ大事な要素じゃないかなってやっぱ思うんですねだからまあそれあのうちの会社で働くことによってそういうのも多分垣間見えると思いますねここまでやってるのかとだから日本一になってるんだなということも見受けられるんじゃないかなというふうに思いますそれを知るだけでも僕は皆さんの人生行政書士としての人生においてすごく有意義なものになるんじゃないのかなというふうにやっぱ思うんですね そういう体験コースもね、ご用意をしています。あと、週2日から3日だけ働けるから、行政書士事務所で働きたい。まあ、アルバイト感覚ですね、うちは主婦の方が多いという話をしました。主婦の方はなぜ多いのかっていうと、週2日、3日しか働いていただいてない方々です。皆さん、不要の範囲内で働きたいという方々に来ていただいてるんです。これはやっぱり主婦業と仕事、お小遣いを稼ぎたいという、この2つの両立のためですね。 うちの会社は2、3日もウェルカムになっています。どっちかっていうとですね、どんどん来てくださいと。シルバーの方も、そういう方々がものすごく多いです、うちの会社は。まあ、見ていただくとすごく分かりやすいと思うんですけど、本当にシルバーの方にも活躍をいただいていますで。そういうような形で、2、3日働きたいなという方も、全然ウェルカムですね、体験コースとしてですね。そして、副業コースですね。これは、僕たちも働き方として、どんどん取り入れていく必要があるんじゃないかなというふうに思っている内容です。 実際にですね、あの行政書士の方、先ほどの9名ぐらいの方々は、ま,あ、まさにこういうような形で働いていらっしゃる感じになります。仕事が少ないときだけ働きたい。都合いいですよね。僕らもそれでいいんです。<laughs> 僕らもそれでいいんですね。そういう都合に合うんです、僕らの仕事って、実はですね。だからそういう働き方をしていただきたい。あるいは夕方から働きたいっていう人も OK ですね。平日の夕方からき行きたいんだと。しかも週2日 OK です。もうそういう働き方でも僕らはウェルカムの状態ですね。 で、月末の3日間から5日間だけ働きたいと、まあ、いうのも OK です。まあ、特にこの3日間から5日間というのは、実はすごく僕らにとっては一番有意義なことです。なので、皆さんがそうしたいと思う方が一人でもいらっしゃったらですね、可能性としてまあご連絡いただけたらというふうに思っています。で、あと土日だけですね、土日だけで働きたいという方々、まあ、いろんな働き方に対応していきたいなというふうに思っています。そういうような形がまあ副業コースということになります。で、独立支援ですね。 えっと、僕のイメージ、ですね僕のイメージ、独立してるの例えば東京で行くならどういうイメージを持ってるかというとです、ね、うちで、えー、1年でも働いていただいた後にです、ね、僕の勝手なちょっと、ま、イメージですよか、確定じゃないですけど、ドミナまあ、要は東京都内をもう全員で埋めれないかなというのはすごくイメージとしてやっぱりありあます僕ら今、オフィスは今、品川のオフィスと立川の多摩のこの2つのオフィスでやってるんですけど、オフィスの数としてはもう全然足りないです。 もっとお客様に寄り添ってもっと効率を上げていこうと思ったらいろんな地域にオフィスが出てもいいなというふうに思っているんですが僕たちがそこを直接出していくっていうのは時間がかかります時間がかかるんですねなので皆さん方のように勉強してる方あるいは資格を取った方にうちで働いてもらった後に東京都内で独立をしていってもらって受注は僕ら頑張ります受注は我々頑張りますとにかくもうだいぶ東京でも営業活動もしてますんでその仕事を お手伝いをしてもらうようよな環境は作れるというふうふに思っていますそういうようなイメージを持っていただいたら東京都内はですね分かりやすいかなと思いますあと僕らのオフィスがある兵庫大阪この東京この3つについてはそういうような働き方を実現できるんじゃないかなと独立支援の場合ですね思っていますあと先ほどの空白地域っていうのがありまして空白地域での独立支援もどんどん積極的にさせていただきたいなというふうに思っています 先ほどの岐阜の先生、えっと、最初僕出会った時3年ぐらい前に出会ったんですけど1人でした年間の売り上げは400万から500万ぐらいの間やったんですね1人ででも岐阜で僕らの考えに賛同してくださった方なので岐阜で発生する仕事は僕はとにかく回しましたとにかくでもう嫌だって言い出したっていうのが流れなんです仕事が多すぎて無理だともうパンクするってなっちゃって嫌だって言い出したのがその流れなんですね実際には だから我々も独立された方々についてはそういう形で支援はどんどんしていってます実際にだからやっぱそこで大事になってくるのは最後の、まあ、夢とかですねそういったところの話に賛同してくださるかどうかっていうことにやっぱりなってきてます実際にはだから我々も岐阜に行って泊まり込んででも手伝ってパンクささないようにし,したわけですね実際にで今何て言ってるか今はもう7人8人の事務所になってるんですよねでもね選択ってもう紙一重だと思いません その時に辞めたい辞めもう無理やと思った時に辞めなかったから今があるだけであの時辞めてたらもうどうなってるか分かんない話なんですよねだから僕らはそういったのがもう絶対怒りますもういいですか絶対頑張ったらあるんですよもう頑張る人には必ずついていきますその壁は必ずだから僕はその時に寄り添っていけるようなグループ絆グループっていうのをやっぱ作りたいなと思うんんんでですすね愛知なんかもそうやっやっったた最初一人んですね。 愛知県も一人でしたもうこの方も123年前に出会ってますけど愛知県も一人でした傷の愛知です今の今35人ぐらいでやってます売り上げも1億2千万ぐらいになりましたやっぱそういうような形でその,その人も僕に言ってきました「無理やってもう無理ですすいませんもう仕事お断りしたいです」って僕言われたんですもう電話を受けてすぐ愛知に行きました十時半ぐらい夜の10時半ぐらいで愛知に行ってとにかく朝まで一緒に仕事をして朝5時ぐらいからロイヤルホスト行ってですね この話をまたするわけですね <laughs>。やろうよって言ってですね <laughs>。もうそんなんです <laughs>。でもそんなんで乗り越えたから今のそういうのができてくるわけですよね。だから僕らは僕らもやっぱりそういうの乗り越えてきてるので一緒なんです。皆さんと一緒です。僕らもそういうの乗り越えてきてるだけなんですね。その時に諦めなかっただけです。だから、皆さんもね。そういう気持ちを持って独立に向けてやるんであればですね。やってもらいたいなとで、我々と一緒にいてもらうことによって、必ずそういうことが伝わるんじゃないかなと思います。 若松さんとの出会いも僕は最近出会ったんですよも間もないんですね出会ったのっ彼も多分そういう人たちのいるところに行こうと思ってるんです今日この話聞きにだけ来てるんですねもうこれだけで来てるんですよ来てくれてるんですね帰りの一緒新幹線に一緒新幹線帰りましょうよとかでね僕と話するために来てるんですよもうすごくないですか日曜日にねコロナの影響がある徒歩完全防備できますって言ってましたけど <laughs> でもそういうもんなんですよね だそういうような形で独立ねあの僕らは支援していければなというふうに思ってます。で最後はプロフェッショナルコースということで、えー、これはもう資格を持って独立したいっていうよりは我々と一緒になって我々の組織の中で一緒になってそういう意味を追っかけたいとかもっともっと大きなことにチャレンジしてみたいとかっていうような方々に入ってきてもらいたいなという思いもあります。僕らもどみんながですね入ってきて全員が独立していってしまうと僕らももうもぬけの殻になりますんでね。そういういなな人ばっかりでもダメなのでもの と独立はちょっと自信ないとでもそういう夢には賛同できるだから一緒になって働いてみたいという方については僕もやっぱウェルカムにね考えていきたいなというふうに思っています。まあそういうような形でえっ、ー、と体験できるようなコースもおー作ってます。このお配りしたですねこのまあこのアンケートのねアンケートの裏にアンケートの裏にですねえっ、ー、と申し込み用紙になってますんでまたえっ、ー、とご興味がありましたらですねどん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 あの全国各地 どこの方でも結構です、まあ、その相談にはどんどんできるだけですね、その柔軟に対応していきたいなというふうに思ってますんで、またちょっとご覧いただけれらというふうに思いますはいじゃあ、最後の、えっと、まとめですけども、まあ、3点ですね、1つは行政書士資格の魅力は魅力的ですよという話をさせてもらいました、で2つ目、僕らもですね、業界で行政書士としては一番ですけど、とにかく挑戦してます、挑戦をしていってます。でこれはやっぱり 挑戦し続けないとですね、もう衰退が始まるという恐怖感もやっぱ正直あります。実際させていただいてて、そういう恐怖もやっぱ感じるので、もうとにかく新しいことに挑戦をしていこうということでやっていっている最中です。そういうふうな興味がある方はですね、そういうところにも入ってきてもらいたいなと。あとは多様なキャリア形成を実現していっている、まあ法人になります。ここれはは僕たたちののお客様様自動車,と自動車の販売会社様関係が望んでいらっしゃるるとを実現するためには いろんな働き方の人で対応するしかないというのが今の僕の答えです。僕たちの正社員のルールだけで、そのお客様のニーズを実現していくというのは難しいんじゃないかなというふうに考えていまして、いろいろな働き方をしたいという方々にご協力をいただきながら、その方々のお客様の夢を実現していくと、その先に先ほど申し上げた日本の自動車登録手続きのすべてをです、ね、われわれ行政書士がやるんだということが実現できるのではないかなと。 まあいうふうに感じている次第ですはいそしたらちょうど時間にも参りましたので私の話ここで一旦終わらせていただきます、えー、この後ですね質疑応答を移っていきたいと思いますのでよろしくお願いします今日はどうもありがとうございました <laughs> はいそれではえっと質疑応答の方にですね入っていきたいんですけどあの私でも結構ですし若松先生もちょうど今日いらっしゃるので若松先生に対する質問でも結構です 質問、終わりの方いかがでしょうか、もう何でも結構です、もしよかったら挙手でお願いしたいなと思うんですけども、もいかがでしょうか、なんか恥ずかしがらなくて、なんかこう、何でも結構ですけどね、本当に。どうですか、ですか何でも結構です、本当に。僕も昔ですね、あの経営こういう,、まあ、もう500人ぐらいいるときにですね、あの質問してめっちゃ叱られたことがあるんですけど。 もうそんな感僕は叱らないですよ、叱ること絶対ないですからね、そんなんじゃないんで <laughs>、でもやっぱ、そういうぐらいなんか聞いてほしいですね、これから未来に、ね、向けて、頑張ろうと思ってらっしゃる方々がコロナに負けず来てるわけですから、やっぱりちょっとそういう時間を無駄にしてほしくないですね、あと10分、やっぱりもうこの10分が人生を変えるかもしれないぐらいの感覚でですね、質問してもらいたいと思うんですけどね、いかがでしょう。あいいいいですすねはい、お願いします あえー、とないよりあったほうがいいかなと思いますけど不可欠かどうかというと私はそうとは思ってないですね実際私どものお客さんで言いますと,、えー、と私のクライアントで言いますと、えー、ホテルさんであるとか大学さんであるとか専門学校さんであるとか全て日本の方が窓口なんです私どもの会社20名弱でしていて外国人が中国人2人ベトナム人2人 えー、いてはいるんですけども、えー、その他の国の方たちについては、えー、日本語で話したり、えー、っていうことも全然していますので、えっ、ー、とまずはやっぱり法的知識かなというふうに私は思っております。はい、ありがとうございます。他いかがでしょう。どんどん行きましょう。そこの緑ね、もう聞きたくて聞きたくてうずうずしてる感じですからどうぞ。<laughs> はいはい。はい、あ、あの一番最初はですね、えっと、アメリカ行ったときウーバーですね、タクシーでウーバーって、まあ、ウーバーイーツとかも今、出てきてますけど、4年ぐらい前にです、ね、あのアメリカ行ったときにウーバーが結構、アメリカですごくそういうことになっててた時期あったんです、でそのウーバー見たときに、まあ、すごいそのマッチングも含めてです、ね、すごい自動化が進んでるなという,うに思ったのが、まあ、きっかけです。 それで、一、まあ、回行政書士の中でもやってみようかなと、でやっぱそこで必ず出てくるのはです、ね、自動化だなったら安くなるんです、安くしない、安くしできちゃうようになるのですね。ってことは、今の既存の売り上げを僕ら破壊していくことになるんじゃないかっていう議論に必ず社内でなります、なりました。もうそれでも行こうっていう話をしました、それは。それは、えっと、一番大きなのは理由はですね、もうまさにウーバーなんですけど、ウーバーって、 あのタクシー会社じゃないじゃないですか、アメリカのね、ウーバーって、タクシー会社じゃないのに、タクシー会社、どんどん潰れていっちゃってるわけですよ。恐ろしいことが起こってるわけですね、実際には。であれば、自分から潰しにくいような商品を作ったほうがいいんじゃないかなって発想です。行政書士法人、絆神戸、行政書士法人、絆東京の売り上げそのものが減ってでも、そこに勝つ商品を作っていったほうが、 結局はいいいいんんじゃないかななかという,ふうに思ったでですなのでまあ自動車の登録をやってる方々を巻き込んで、そういうような仕組みを作っていったほうが、お客様にとってもいいし、今現状働いてる僕らにとっても、全然違う業界から入ってくる可能性が実際にはあるわけですね。ウーバーはタクシー会社じゃないのに入ってきた、タクシー会社のことは考えないですよね、やっぱり。僕らはちょっと違うと、行政書士で自らやっていくことによって、行政書士も生き残れる自動化って何なのかと。

私どもの場合には正直顧問先とか紹介がもう7割ぐらいなんです。あと3割がインターネット等々で集客をしてたり外国人のコミュニティ SNS があったりするので顧客のセグメントによってマーケティングが。 全然違いますねそれが結構外国人のマーケットに参入しようと思った時に一つの障壁になるかなというふうに私は思ってます。ただこれって外国人マーケットに入る時だけじゃなくて行政書士業そそののものも私はそうだと思っているんですで例えば相続に入りますって言っても遺言書を書きましょうって言ってもこうずっと。 営業だ続けない,と,ダメっていうところが結構行政書士業でいうと私は難しいのかなっってていうふうふに思ってますな,なので相続でうまくいっておられる先生方って何かそのもっと上にあるとこ上にあるというか束ねているようなところにマーケティングをしてたりそういう営業が成功されてる方が私は多いのかなっていうふうに思いますんで。えー まあお話戻しましょう外国人雇用の場合だと雇用というか外国人マーケットの場合だと、えー、まあセグメントによって正直違うかなと思いますただ入りやすいのは、えー、とおそらくインターネットかなというふうに私は思いますあの語学能力も日本のインターネットのマーケットに入っていくんだったらそんなに求められないですね。日本人がが検索することが多いので えー、ですんで、就労ビザとかでもかかってくるのは外国人からかかってくるんじゃなくて。日本の企業からかかってくるっていうようなマーケティングは実現できるかなというふうに思います。はい、以上です。いいですはい、どうぞ。顧問先から云々って言われたら。はい。はい。顧問先なんですか。顧問先はうちで多いのはホテルさんであるとか。かはい。 えといわゆるラグジュアリー系のホテルが多いですうちは、えー、と500から1000室ぐらいあるような、えー、結構大きいところですねで、えー、まあオーナー会社があって運営会社があってみたいなところで運営会社が、まあ、20施設ぐらい見てますとかなんていうところがまあ一つあ,あとは教育機関等ですね大学専門学校 あとはもう普通の一般の企業さんですね、えー、がこの先になってます。よろしいいいいいですかねは,ねはい、はい、のていうかを、はい、そ結果においてて、ね、また知り合いを連れてこいと うそれで結構成功しいますけどね。ああ、そうです,うですか。ある一人の人、<laughs> はい、はい。中 あまああのななんでそういった意味でもまあやり方はいろいろかなと私のお伝えしている内容はすべてというふうには思ってないですし、えー、そういうコミュニティに入っていくっていうのもマーケティングにおいては、えー、一つ有益な方法かなというふうに思います。はい。ああそう,う,いいあそ,うそうですか。はい。ね、はいはいありがとうございます。いますはい。はい他いかがですか。どうでしょう。 先ほどの室伏先生が、立川と品川以外のところで、ねはい、いろいろネットが入って,っておっしゃってましたはど、はい、例えば私なんかが渋谷に家があって、そこでい。人で仕事を自宅でね、仕事、はい、し,しようと思っているんですけども、はい、そうすると渋谷ということは、はい、やっぱり渋谷の近くのものを。はい 例えばです、ね、陸運局に行った後の仕事もありますし、警察の仕事もあるんです、車庫証明というものがありまして、なので、例えば渋谷から車で15分圏内の警察は俺に任せてくれとというような発想でも結構ですし、まあ、そういうような形で、えっと、僕はどん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 その東京都内ドミナントで、まあ、どん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 仲間を増やしてです、ねで、一緒になって、 もうありとあらゆる仕事をです、ね、自動車の登録に関連する仕事をとにかく行政書士でやれるような体制を作りたいっていうのが考えですね実際にあの車庫証明なんかでいきますと神戸大阪なんかでもそういう体制でさせてもらってるんですえー、行政書士さんにうちに来てもらって書,書類だけお渡しして、えー、次の日にその車庫証明をだーっとこう申請をして回ってもらうとかであと回収したものを、まあ、うちにお届けいただくとか まあそういうようなやり方で実際にはさせてもらってるんです。でそういったものを、まあえー、例えばもう、変な話ですけど、例えばわれわれがお客,様から、えー、お客さんから5000円でじゃ、えー、仕事は8000円でできましたと、じゃあそれ5000円でお願いできませんかとか、6000円でお願いできませんかとか、もうそういった話をしていくようなイメージですね。だら僕らが営業をやりますときっちり、あの実はうちの社内でも、営業と現場って組織を分けてまして、営業は営業手数料を取ってるんです。現現場は現場はで 例えば8000円で受注したやつの15%はじゃあ営業手数料ですよと、で営業手営業に払うんです、で、現場は残ったお金で利益を出すという取り組みをやっぱりしてるんですね、だから僕たちは社内でもやってることを行政書士の中でやりたいっていうのが今一番やりたいことですね、まあ、そういうような形でお互い、ウィンウィンの関係がどん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 できてくるんじゃないかなというふうに思ってます。仕事は ものすごいあります。はいはい他いかがでしょうか。あの入管のことでも結構ですし、せっかくなんで <laughs> どうですか。どうでしょうか。いかがですか。なんかね今 <laughs> <laughs> 聞いたその雰囲気出ましたですね。いいですね。はい。<laughs> あと2分ぐらいありますんで、はい。 はい、ロイヤリティその前いのは,はいはいうは、そはエはですねまあ FC その、はのような参加件か、FC、まあ、要は組織化の中ではま、まず、あ、僕自身、お会いさせてもらって、本当にその夢に賛同していただけてるかどうかは、まず一番の入り口ですね。 でやっぱそれってお話をしてると、なんとなくやっぱり人との差で伝わってくるものがあるので、まあ、それがまず第一条件ですね、で、その次に、えっとまあ、実際、絆愛知とか絆仙台とか、まあ、できていってますけども、今の現状でいくと、東京、大阪、兵庫でいくと、先ほどご質問いただいたようなパートナーシップが一番現実的だなと思ってます、東京都内、大阪、府岡、兵庫県内でいきますとですね。 あとの地域については、先ほど申し上げた空白地域っていうところが現状ではあるので、そこでやりたいっていう方は、優先的にそこでやっていただきたいなという気持ちはあります。だから東京がいいっていうことで、もしございましたらですね、東京都内で先ほど言ったような地域、ここの地域は俺に任せてくれへんかと、その考え方に賛同するわっていう前提になりますけども、まあ、そういうような形で増やしていけたらなというふうに思ってます。 どっか具体的にもし終わりでしたら、あとで私、おりますんで、相談してもらっても結構です。<laughs> はい、他いいかかがでしょうかはい、じゃあ、ちょうどあの時間ま、まいりましたので、あの私、ちょっと15分ぐらいは残るようにしますんで、具体的にちょっと聞きたいことがあったら、みんなの前では聞きにくいなと、ね、いう方もいらっしゃるかもしれないんで、15分ぐらいおりますんで、ぜひまたご質問していただけたらというふうに思います。本日はどううもありがとうございました